データの一番右の下を見ていただきますと、2007年末時点の、特別永住の方々を除いた外国人の労働者の数は、私の推計では93万人、これには不法残留の方々の数も含まれております。さらに、現在の我が国の、在留しておられて、外国人登録をしている方の数は、2007年末でご存知のとおり215万人になっております。さらに、外国人研修・技能実習生は、3年間にわたって日本に在留して帰っていくというローテーション型になっておりますが、1年生、2年生、3年生というふうに言うと分かりやすいと思うんですが、これを合計を推計いたしますと、私の推定では2007年で17万人を超えました。ただ、昨年の11月ごろから研修生の流入が月間4000人台に落ちてきておりますので、次第に少しテンポが鈍ってきているということもありますし、愛知県と広島県では自動車関連のところでかなり研修の途上でこれを放棄あるいは中断して帰国せざるを得ないようなケースが発生しつつあるということで懸念をしておるところです。さて、私どもは先ほど申しましたように、この問題をただ一国の視点だけから考えることはもはやできない、日本とアジア、あるいは日本とブラジルのなど新興国とともに成長するという観点から考えていかなければならない。それは単に労働力が足りないから補充するとか、人口が減るからこれを補充するというビジョンだけでは不十分だと思われます。また欧州の場合も、先ほどイギリスやフランスのことがキャッスル先生からもお話があったように、外国人が最終的に市民権を取ってしまえば、それで一つ目標を達したというふうに考えがちでありましたが、実はそれだけでは問題解決しておりませんでした。その社会への帰属感が持てない人、あるいは十分な言語能力が習得できなかった人、そういう特に若者世代がいろんな形で欧州で問題になっているということはご理解いただけるかと思います。日本の場合こういった問題がないのかというと、実は日本には1930年代に朝鮮半島から多数の人々が入ってこられて、大阪を中心に居住されております。今かなり全国に散って大都市にも東京などを含めて住んでおられます。で、こういう方々の子孫、依然として受け入れる国である日本に管理されているという意識を拭い去ることができない、これは日本人という目から見ると分かりにくいのですけれども、同じ日本に生まれて日本人と同じように暮らしてきたのに、国籍だけ違って常時外国人登録証を携帯していなければならない、していないと罰則がかかっているというような管理されている意識を拭えていない、こういった問題も実は残っています。日本ではこれは皆様方に特にご理解いただきたいのですが、ヨーロッパの統合政策に相当するものは多文化共生政策と呼ばれるようになってきております。しかしこの多文化共生というのは、自治体からあるいはコミュニティから発してきた草の根的な言葉でして、カナダやオーストラリアの多文化主義とは起源が全く異なっております。もちろん共通点はございます。私どもは今何をしなければならないかというときに、このまだ非常に傷つきやすい、非常に弱いこの地域自治体レベルのこの多文化共生の取り組みをどうやって制度的にサポートするか、それを制度的インフラの整備というふうに言っています。今のままでは多文化共生はこの金融危機の中でますます傷ついてしまうかもしれません。そういう中でどうやって制度的インフラを整備するかというのが大きな課題なのです。そこに丸一に書きました外国人台帳制度の導入というのが、今準備されております法案の中に、住民基本台帳制度の中に外国人の方々を取り込むことによって実現しようとしております。どこに住んでいるか、どういう家族なのか、どういう権利があるのか、どういう義務があるのかということが確定できるようにしなければならないのです。そのこと自体ができていないという現実があるわけです。
ただこれで終わるのでは全くなくて、2に書きましたように外国人の労働社会保険への加入とかこういった問題もあるいは税金の問題とか、しっかり確保していかなければならないわけです。それから外国人の成人のみならず子どもたちに日本の学習機会を保障すること、これはよくプリスクールを、広域に整備できないかといったような問題もありますし、日本語の能力標準といったものをしっかり全国レベルで確立できないのかといった問題にもつながっているのです。そこに多文化共生の起源を書いておきました。時間がありませんのでもう言及いたしませんが、90年代前半の川崎市や95年の阪神・淡路大震災以降の、神戸や大阪の地域の取り組みがベースになりましてなっておりますが、今私どもが多文化共生という場合に、特に私の場合は、外国人集中都市会議の豊田宣言をベースにいたしまして、そこに書いてありますように単に違う文化や言語の持っている人々がお互い認めてあるだけではなく、健全な都市生活に欠かせない権利の尊重、義務の遂行、このことをしっかり担保していかなければならないというふうに言っています。さて金融危機についてはすでにいろんな方が言及されております。これは製造業が特に2001年以降中国が WTO に加盟して日本の製造業の空洞化の現象が次第にいわゆる国内回帰という形で変わってきた時期に、多くの中堅中小の都市で製造業がまた活発になってまいりました。特に自動車産業がそのリーダーシップを取っているというわけです。しかしそういう地域が逆に言うと今回大きなアタックを受けているわけです。ブラジル日系人の方がそこに出ており、7500人以上おられるところはそこに黒い点で示してありますけれども、ほとんどがそういった産業集積の多い地域に集まっておりまして、研修生の場合は愛知県岐阜県が多いのですが、最近南米日系人がなかなか定着しないという中で、3年間安定して事業所にいてくれる技能実習生を受け入れる大企業が増えてきたというような現象も実は背景になりますが、研修生の多くは内需をベースにした水産加工業、農業、あるいは一部の付加価値の高い繊維産業などに多く就労しておりまして、かなりそういう意味では全国に散らばっているということがお分かりになると思います。